ノービルウエンは、原作、野島真嗣、作画、吉田譲るの日本の漫画、週刊少年サンデーにて、2013年16号から2014年50号まで、連載された。高校教師、家なき子など数々の TV ドラマの脚本を手掛けて、きた、野島真嗣の初漫画原作作品。この作品の担当編集者によると、野島が、 漫画の原作に興味を持っているという話を聞き、約2年前から接触し、月1、2回くらいのペースであって様々なアイデアが出る中、本作の連載に至ったとのこと。野島は、今回物語を書き下ろす場に少年漫画誌を選んだ理由を、僕は価値観の固定した大人たちに向けて作ることには、抵抗があります。それはあるあるという共感が、良くて、 感傷でしかなく、まだ未完成な情緒に刻み、ずっと忘れられないシーン、セリフ、つまり物語としてその彼、彼女の心に存在することができないからです。それが、漫画の、それも少年誌という、理想的な受け手がいるジャンルにチャレンジしてみたいと思った、きっかけですと話し、どうか、ハラハラドキドキ、時に笑い、時に涙し、また時に胸を震わせ、主人公ノベルと共に、 この物語に飛び込んでみてくださいと読者にメッセージを送っている。さらに、連載開始号の目次コメントにて、TV よりも若い世代が見る漫画で物語を紡いでみたかった。楽しんでもらえれば幸いですとも語っている。世は、空前の子役ブームに沸く、一攫千金を狙う一握りの親たち、母子家庭に育つ主人公、 はたのベルが様々な障害が立ちはだかりながらも役者を目指す。演じる死ぬあなたは知らない。演じることが死にも近い苦痛を伴うことを担当声優はテレビ CM でのキャスト全員子役出身である。ISBN 九百七十八から四から零九から十二万四千三百五十五から三大一巻二千十三年七月十八日 発売 ISBN978 から4から09から124,459から8代2巻2013年10月18日発売 ISBN978 から4から09から124,518から2代3巻2013年12月18日発売 ISBN978 から4から09から124,582から 3代4巻2014年3月18日、発売 ISBN978 から4から09から124,662から、2代5巻2014年6月18日、発売 ISBN978 から4から09から125,102から、2代6巻2014年9月18日、 発売 ISBN978 から4から09から125,396から5代7巻2014年12月18日発売 ISBN978 から4から09から125,556から3代8巻2015年1月16日発売ありがとうございます